こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、今日はどんな事件について解説してくれるの？被害者である夫婦を殺した犯人が、息子である可能性が非常に高い事件はどうだ？その言い方をするってことは、確定はしてないんだね。動画作成時点では捜査段階だぜ。子が親を殺すなんてそうないと思うし、別の人じゃないの？その可能性もゼロではないが、解説を聞くと霊夢も犯人だと思うだろうな。どうしてなのか気になる。詳しく教えてよ。それなら今回は、茨城養親変死事件と、犯人である可能性が非常に高い、三輪浩司について解説していくぜ。銃刀法違反についても解説しているから、ぜひ最後まで見ていってくれよな。それではゆっくりしていってね。これは、茨城県で起きた事件なんだ。まず2023年11月9日に暴行事件が発生したことから、警察は防犯カメラの情報をもとに、調査するんだぜ。ふむふむ。そして翌日の午後2時頃、不審な人物として職務質問した三輪浩司という40歳の男が、ポケットにナイフを所持していたことで、銃刀法違反により逮捕されるんだ。普通はナイフなんて持つ必要ないし、かなり怖いよね。その後どうなったの？逮捕から40分後、警察は三輪の自宅を訪れるんだぜ。すると3階のベッドから、男女の遺体が発見されたんだ。最初に魔理沙が言っていたことを考えると、三輪の養親だったんだね。そういうことだな。そして司法解剖の結果、亡くなったのは遺体が発見される2日前ほどで、死因は頭部打撃による、頭蓋骨骨折によるものと判明したんだ。つまり三輪が犯人だとすると、殴り殺したってことだよね。ひどすぎるよ。許されないことだな。次は犯人の可能性が高い三輪浩司について、判明していることを解説していくぜ。わかったよ。まず遺体が見つかった家に彼が引っ越してきたのは、10歳前後の時なんだ。逮捕されたのが40歳だったから、30年も前から住んでいたんだね。どんな家族構成だったの？大工の父親、母親、そして三輪の3人暮らしだったようだな。近隣住民によると、父親は生真面目で、優しい職人かたぎ。母親は父親が弟子入りしていた棟梁の娘さんだったみたいだな。彼女はおっとりした性格で、内助の功でご主人を支えていた。お兄さんはすでに結婚して、独立しています、という証言があるぜ。内助の功？夫の働きを支える、妻の功績のことだな。つまり夫は仕事を頑張り、妻は家庭でそれを支えてたんだ。それを聞く限り仲が良さそうな家族だね。三輪はどんな性格だったの？静かな子で、ちょっとどんくさいというかね。10年ほど前から父親と一緒に仕事をやっていましたが、父親の言うことを何でも、はい、はいって従っているだけ。あの年齢になればちょっとは自己主張したりするもんだけど、独立心がなくて、両親に頼ってばかりだったという証言があるな。とても残酷な事件を起こすようには思えないけど、親との仲が悪かったのかな？両親と仲はすごくいいけれども、まだ独身だし、両親の方は頼りなく思っていた節があった。という証言があるから、仲は良かったようだな。本当は違う人が犯人なんじゃない？って思えてきたよ。ここまでの解説だけだとそう思うよな。だが遺体が見つかるしばらく前、三輪が所持している黒いワゴン車のドア部分に、お前たちの言いようにはならないぞ、と書かれていたのを、近隣住民が発見しているんだ。さらに反対側には、花嫁募集中と書かれていたそうだぜ。急に不気味になってきたよ。それはずっと書かれたままだったの？近隣住民によると、それを見た翌日には消えていたようだな。さらに、三輪の自宅から夜中、キャーというような奇声も聞こえていた。気持ち悪いので、近寄らないようにしていましたよ。という証言もあるんだぜ。悲鳴じゃなくて奇声なんだね。不穏な感じになってきたけど、三輪の声だったのかな？それは明らかになっていないが、彼が声を出しながら素振りでもしていたんじゃないか、と私は考えているぜ。どうしてそう思うの？三輪が市の神社職員に、新選組のようなことをやりたい。自警団を作らなきゃいけないので、一緒にやりませんかと誘ったようです。という証言があるからだな。つまり新選組の真似事をするために、素振りしていた可能性があるんだね。あくまで私の予想だから、鵜呑みにはしないでほしいぜ。真実が気になるね。他に三輪がやったおかしな行動はあるの？事件が起こる約1週間前、彼の自宅周辺の家のポストに、私、三輪浩司は天地神明に誓って、重犯罪は一つも起こしていない、と書かれたビラが投函されていたんだ。三輪が入れた証拠はないがな。でもその内容だと、彼が入れたとしか思えないよ。もし両親を殺害したのが三輪だとすると、重犯罪を犯してるよね。司法解剖により両親が亡くなったのはビラの後だと判明しているから、
少なくともこのビラを投函した時は、重犯罪を犯していなかった可能性が高いな。いろいろと真相が気になる事件だね。他にも怪しい行動はしてるの？三輪は事件が起きる直前に髪型を変え、スキンヘッドにしているんだ。近隣住民は、それまでスキンヘッドの彼を見たことがないそうだぜ。タイミング的に怪しすぎるね。現時点で判明していることはこれだけだから、今後の捜査に期待だな。事件に進展があったら、また動画にするかもしれないぜ。その時はよろしくね。まだ詳しいことが判明してないのは分かったけど、三輪が犯人だとすると、どうしてこんなことをしたんだと思う？親に自分の行動や考えを否定され、恨みが溜まったからじゃないか、と考えているぜ。ビラだったり規制だったり、注意するのは当然だよね。でもそれだけで殺害までするかな？普通はしないが、三輪は重度の統合失調症だった可能性が高いんだ。事件の犯人がその病気だってこと多いよね。どんな病気なの？考えや気持ちがまとまらなくなる状態が続く、精神疾患だな。脳の機能が原因だと考えられていて、100人に1人がこの病気にかかると言われているんだ。そんなに多いんだ。結構身近な病気だぜ。どんな症状が出るの？まず妄想だな。テレビで自分のことが話題になっている。ずっと監視されている、といった実際にはないことを、そうだと思い込むんだ。他にも自分に命令する声や悪口が聞こえるなど、幻聴が聞こえる人もいるんだぜ。三輪も両親を殺せ、みたいな声が聞こえたのかな。その可能性も否定できないな。他には喜怒哀楽といった感情が乏しくなったり、人の発言が理解できなくなったり、自分の世界に閉じこもる人もいるな。いろいろな症状があるんだね。そして判断力の低下も起こるから、事件を起こしやすいんだぜ。ちゃんとした判断ができたらこんな事件を起こさないはずだし、私も三輪は統合失調症だったと思えてきたよ。もしこの病気になってしまったらどうしたらいいの？早めに精神科を受診するべきだな。薬による治療と、精神科リハビリテーションが有効なんだ。精神科リハビリテーション？精神的なハンデを持つ人が、専門家による最小限の介入で、自分が満足する生活をできるようにすることだな。三輪も病院に行って治療を受けていれば、こんなことにはならなかったのかな。その可能性はあると思うぜ。ちなみに症状が落ち着いたとしても、再発しやすい病気だから、長期にわたって治療を続ける必要があるんだ。もし再発すると薬が効きにくくなって、回復に時間がかかるんだぜ。途中で治療をやめないことが大事なんだね。もし統合失調症になった人がいたら、自己判断はせず医者に従ってほしい。私たちとの約束だよ。せっかくの機会だから、銃刀法違反についても詳しく解説しておくぜ。三輪が逮捕されたやつだね。この銃刀法違反なんだが、銃砲刀剣類所持など取締り法が正式名称なんだ。そんなに長い名前だったんだ。初めて知ったよ。正式名で呼ぶ人は少ないから、霊夢のように初めて聞いた人も多いだろうな。拳銃や一定以上大きな刃物を持つのを禁止する法律で、ちゃんと刑罰もあるんだぜ。あれ？それならキャンプでナイフを使うのはダメってこと？それはセーフだな。正当な理由がある場合を除いて、刃渡り6センチメートル以上の刃物を携帯してはいけないと、銃刀法第22条で定められているんだ。キャンプやアウトドアは、正当な理由に当てはまるから心配ないぜ。そうだったんだ、安心したよ。だがキャンプで使用するのが目的だったとしても、道中はナイフの刃を隠す必要があるんだ。刃物を持ち歩いている、と誰かが思い、恐怖心を感じると、正当な理由なく危険物を持っている、と判断され、罰則の対象になる可能性があるんだぜ。周りの人から見ると、何が目的なのかわからないもんね。もしキャンプに持っていくことがあったら、ちゃんとしまっておくよ。それがいいな。そして帰宅後も注意が必要で、車内からナイフを出しておくことも大事なんだ。後日、ナイフを積んだ車を運転してしまうと、銃刀法違反になる可能性が高いんだ。それはうっかり失念しそうだね。ちなみに包丁を購入してエコバッグに入れて自宅に持って帰るのも、正当な理由に該当するから大丈夫だぜ。それがダメなら買うことができないもんね。だが電車に乗る際は、梱包する必要があるんだ。料理人が包丁を梱包せず電車に乗り、大混乱になった事件があるんだぜ。そんなことがあったんだ。周りがそれを見たらどう思うのか、考えてから行動するべきってことだな。刃物に限らず大事なことだね。銃刀法違反で捕まると、どれくらい罰則があるの？拳銃の所持は、1年以上10年以下の懲役。猟銃の所持は、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金。刃物等の所持は、2年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金。今挙げたやつ以外の鉄砲類、刀剣類の所持は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金だな。懲役になるかもしれないんだね。
正当な理由に、護身用だというのは通用するの？たとえ護身用だとしても、刃物を所持することは禁止されているぜ。身を守るためでもダメなんだ。護身用に持ち歩くなら、催涙スプレーがおすすめだな。通販サイトで安く買えるぜ。自分の身を守れるのは自分だけだし、後で調べてみるよ。スタンガンで相手を気絶させるのも有効そうだね。護身用として売られているスタンガンは、そこまでの威力はないぜ。空中で放電して相手を威嚇したり、大きな音で驚かせる目的が強いんだ。初めて知ったよ。他にはどんなアイテムがあるの？伸縮するタイプの警棒もあるぜ。金属のような硬い素材でできているものを選ぶと、かなり大きなダメージを与えられるんだ。それは強そうだけど、奪われないように注意したいね。それだけは気をつけないとな。じゃあ今回は、茨城良心変死事件と、銃刀法違反について解説してみたぜ。解説を聞く限り、三輪が犯人だとしか思えないね。私もそうだと考えているが、まだ決まったわけではないから、今後の捜査に期待だな。もし彼が犯人だったら、どんな判決になると思う？まず他人より、身内を殺害する方が罪が重いんだ。そして二人も殺しているから、無期懲役ではなく死刑になるんじゃないか、と考えているぜ。やったことを考えると、そうなってもおかしくないよね。ただ心神喪失状態だったと判断され、無罪になる可能性もあるがな。心神喪失ってどんな状態だっけ？精神障害によって善悪の区別がつかず、自分の行為がどんな結果をもたらすのか、分かっていない状態のことだぜ。だから犯した犯罪に対して責任が問えない状態だと判断され、無罪になるんだ。精神状態がどうだったとしても、人を殺したことに変わりはないんだし、少し納得できないよ。私もそう思うが、法律だから仕方ないな。視聴者の皆さんはどんな判決になると思うか、コメント欄で聞かせてくれると嬉しいぜ。法律に対する考えなんかも教えてほしいよ。ということでこのチャンネルでは、世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴ありがとうございました。